バイウォーターとは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内の地域の一つである。ミシシッピ側に沿って、フォーバーグ、マリニーの下流側、工業水路から見て、上流側に位置する。バイウォーターの著名なクラブ、ボーンズラウンジマルデグラの際には、マーチングクルーのソサイティオブ、セントアンが、朝このバイウォーターから行進を始める。2005年のハリケーンカトリーナの後、この地域が、 比較的被害が少なかったことから多くの生存者がこの地域に押し寄せた。新旧の地元住民に加え、ポーランドアベニュー埠頭にある新しいクルーズ船のターミナルもこの地域の経済を支えてきた。バイオウォーターはニューオーリンズのナインスワードの一部である。ミシシッピ側の天然の堤防に面した場所に位置しているため、若干の浸水はあったものの、 わずか数ブロックしか離れていない周辺の地域が被った壊滅的な被害からすれば被害は軽いものであった。今日、バイウォーターとして知られている地域は植民地時代にはその大部分がプランテーションであった。19世紀初頭に住宅地の開発が行われニューオーリンズのダウンタウン地区のあるにフランス5県の地域フォーバーグワシントンの一部となった。 カリブ海のフランス語圏からやってきた人々、特にハイチからの避難民がこの地域に住居を構えた。19世紀を通じて、この地域は白人、人種の混ざったクレオール、それにドイツ、アイルランドからの移民が混在して成長して行った。この地域と、後にローワーナインスワードとして知られるようになる地域とは、20世紀に入って工業水路が作られるまでは、 ほとんど分けて考えられることはなかった。水路ができたことにより、バイウォーターとロワー,ーナインスが分断されたのである。かつてこの地域は、アッパーナインスワードとの名称で知られていた。しかしながら、水路より上流側のミシシッピ側から遠い地域の開発が進んだ頃から、より特徴的な名称を求める声が大きくなった。この地域が水路と川の両方に近いことから電話の、 交換台がバイウォーターと呼ぶようになり、1940年代にこの地域がその名称で知られるようになった。1984年のニューオーリンズ国際河川博覧会の際の開発と憶測が原因となり、長くフレンチクォーターに居住していた人々がマリニーなど川の下流方面へ引っ越した。かつてフレンチクォーターに見られたボヘミアンなアーティストたちが、 バイウォーターへ移住してきたことにより、1990年代後半には放置されてきた19世紀の家屋の多くが改装された。バイウォーターのセントクロードアベニューから、川側の地域は、ナインスワードの中では珍しく、ハリケーンカトリーナの際に浸水を逃れた。このため、他の地域と比べて、ハリケーン後の復興は早かった。ありがとうございます。